あ、動けるね。なんか光ってけど。あ、アイテムとかもらえるんだ、攻撃すると。ダッシュとかないの？ダッシュとか。豆、豆？オッケー。こうやって倒していくんだね。チュートリアルありがとう。あー、いいね。あ、どこを見ておる。こっちじゃ。後ろに回って。あ、方向キーでも変わるのか。後ろに回って連撃するのが多分手っ取り早いかもね。でかいのいる。うぅ、撃たおい、この野郎。なんか落とさなかった。豚肉。あいだずっと攻撃モーションのないマグボタンを押していた。その2、どんどん行こう。あ、いいね。なるほどね。これはあれだね、操作に慣れるのにちょっと時間かかるな。ちょっとコンボがうまく決まらないな。弓使いがいるよ。アーチャーがいる、アーチャーが。よし。あ、なんだよ、豚肉落とすよ。これは何？上と下があるってこと？あ、何これ？2つ道があるのかな？ちょっと下行ってみよっか。ちょっと気になっちゃうんだよね、こういうの探索しちゃうんだよね、俺はいつも。待って、なんか洞窟がある。ちょっと待って、そしたらさ、上行きたくなっちゃうじゃん。キノコ、今キノコ旬だからね。こっちは？あ、こっち敵？ちょっとごめんね、なんかぐるぐるしちゃって。じゃあちょっとこっち行ってみようか。あ、強い呪力で封印されている。今は開きそうにもない。あ、そうなんだ。なんだ、調べればよかったね。あー、いいね。どこを見ておれ。飛べ。あ、飛ば、打ち上げて連撃。なんか敵増えてよ、敵増えてよ。痛い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 。あー、いいね。慣れるまでにちょっと時間かかるけど。ユイの口、ユイの口、ユイの口とは。
木材、木材って何に使うんだろう。おおお、何やつじゃ。何やつじゃい。鬼ではない。カムヒツキの手のものか。足雲、足雲。いずれにせよ、ここで無様にムクロを晒すがいい。なんじゃとは。よくも高貴なるこのわしに向かって。たまじい出てきたけど。おひい様、そやつは。誰です。邪魔をするでない。引っ込んでおれ。足雲の技。どこを見ておれ。それ。落ちよ。どこを見ておれ。うわ、いた。それ。おい。こっちじゃ。素晴らしいっぽいな。それ。危ない。落ちよ。行くぞ。見えている。こっちじゃ。どこを見ておれ。どこを見ておれ。いやいやいや、そこ天空の舞って何、何のトロフィー俺はゲットしちゃったの。めっちゃ飛ぶって。飛ぶけど当たってねえんだよな。くっちゃ遅い。いけー。本気でいくぞ。おーおーおー、怖い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 。いやー痛い。2人して空振りしてるっていうね。見えてないだろ。えだ。この布の長さ増えたりしないのかな。おお、やばい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 。それ落ちよ。逃がさん。お、倒した？なんじゃ、地震か。地震ですね。これはでかい。どこへ行く。まだ決着はついとらんぞ。何かを察したんだろうね。すばしっこいやつじゃ。どうやら目指す先は同じようですな。どういうこと？お家目指していくってこと？おお、峠。ああ、これで高速移動ってなんだろう。この悪人って言ったらいいのかな。大水地が敗走する際、その荒ぶる極でうがった穴。島の中腹から海の方まで続いている。へえ。峠。鬼島のおおよそ中央に位置する峠。頂上にはサクナの母豊花が使っていた家があるらしい。シュッと。お。お前は。足雲。何故ここが。いや、家だし。あ、一体何を申しておるんじゃ。この峠には惑いの術がかけられておりましてな。ここに峠があると知っておる者にしかたどり着くことはかなわぬのです。そしてそれを知っておったのがたまじい。このわしというわけじゃ。久しいの、足雲よ。これは驚いた。タケリビの剣霊か。お知り合いさんだったの。もう佐久名姫じとめだけど。先ほどは行き違いで刃を交えさせてしもうたが、そなたと争うつもりはない。獲物を収めてくれんか。このお方は我が主タケリビ様がご息女佐久名姫様じゃ。ゆえあって当分この島で暮らさねばならんことになった。家はまだあるか。ペロ。ああ、今も我が手入れしている。やるよ。知り合いじゃったのか。もっと早いわか。聞く耳を持たれなかったではありませぬか。詳しい話は上でするとしよう。上ということは先に迎えに行ってやらねば他の奴らがここにはたどり着けんのか。そこに気づかれるとは。
嬉しゅうございますぞ。前々から思っておったんじゃが、じいはわしをバカにしとるよな。してますね。おお、おうち、いい感じのおうち。少しばかり傷んではいるものの、思いのほか朽ちてはおりませんな。強い気だ。この家はまだまだ生きるぞ。なんかすごい曲がってるけどね。足雲といったかな。鬼どもがはびこっておる中で、何故わしの母上の家を守ってくれておったんだ。お前の父母にはそれだけの借りがあるということだ。ご両親がこの島で戦った悪神大水地とは、こやつら足雲族にとっても脅威にございました。御父竹蛇様は足雲らに力と知恵を与え、共に戦い勝ちを収めたのです。へえ、そうじゃったか。なんだか誇らしいの。お前の手柄ではない。いきなし比例が。いいですか。草部屋2つもある。ゴーヌシラ、なんでわしの家にわしより先に入っとるんじゃ。苦労をかけたようじゃな。この家使わせてくれるな。すまないね。他ならぬ竹蛇たちの娘とあらば、断る筋はない。これも何かの縁、互いに助け合って参ろう。おお、そして 天気予報。さて、家も貸してやることじゃし、もう十分じゃろ。これからはみんな好きにやってくれ。クソ適当だな。わしは神の火月様より賜った大役を果たすため、しばらくは英気を養うとする。好きにって言われてもな。うん。おひい様、のんびり構えてなどはおられませぬぞ。ここには蔵はあれど備蓄はございません。都にいた頃のように寝て暮らそうものなら、夏を待たずに飢えてしまうことでしょう。野山で採集をするにも、鬼どもが闊歩するこの島で人に任せるは荷が重すぎます。やはりここは神であるおひい様が動かねば。わしに狩りにでも出ようと申すのか。まあ、言ってくね。日々の足場をしっかりと固めてこそ大役もなされるというもの。それにここはおひい様にとってもゆかりの地。何かを始めるにこれほどふさわしいところもありますまい。せめて明日からじゃいかんのか。さあ、明日から頑張るみたいな発言やめよう。神様、この他で何かこさえられますか。良い考えじゃが、どこかで種は調達せねばな。稲のもみならここにありますぞ。あるんかい。なんと、これは都合の良い話があったものじゃ。何故そんなもの持ち歩いとるんじゃ。主は侍であろう。それがしは武門の生まれなれど、頭のうちは常に剣よりも裏仕事。家を捨て山賊に身を落としてからも、これだけは手放せなかったのでござりまする。はじめは阿波か比叡の方がいいんでねえかよ。いや、存外稲は悪くないかもしれんぞ。おひい様は先人竹蛇様と北条神豊花様、双方の資質を受け継いでおられる。五穀とりわけ米はそのお力に大きく関わるのだ。お米作る、魚強くなるですか。強くなるとは言ってないと思うけど。さよう、鬼どもも退けやすくなろう。なるんですね。稲を育てることで腹を満たし、鬼も減らせる。一挙両得の策じゃ。一石二鳥とは言わないところすごいわ。では決まりですな。さくな様は狩りに、それがしたちはここで稲を育てましょう。でも、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に的な。いえ、おいらたちもすきぎねか。すきぎねか。働かざる者なんとやらだっちゃ。あ、いいね。だっちゃ。見れて、頑張ります。えい。うん、かわいい。わしまだ何も言
お前の意見は聞かん。田植えもんとやらよ。そなたの腕期待しておるぞ。しっかりと田を取り仕切ってくれ。ぶっといもんね、腕ね。お任せくだされ。さくな姫の顔ぐらい太いもんね。しかし勝手のわからぬ島でどこに赴けばよいのやら。ちょうどよい、一つ聞いてみるか。おい足雲よ、この辺りでどこぞ狩りに向いた地はあるか。近くに小さな洞窟がある。住み着いている犬も、犬じゃねえな、鬼も弱い。食えるものも少しは見つかるだろう。ふむ、遠出は疲れるし、そうしてみるかの。それがしは稲を目出しまで済ませておきまする。納屋には一通り農具もありました。さくな様のお母上には感謝せなばなりませぬな。新たな仕事、一本穴へ行く。おうち、おうち、ここ私のおうち。何もアクションできんけどね。壺あるよ、壺割れんよ。おうおう、調べる調べる。あ、竹ぼうきを入手。あ、やるね。結構あれじゃない、重要なんじゃない。これまたあのひっくり返してあの火事にしたらもうほんとあの日の二の舞になっちゃうよ。シガペグ、七草、七草がゆ。あ、すごい、ちょっと割とオープンワールド。大丈夫、落ちない、落ちない、落ちちゃう、あー落ちちゃう。俺何をしてるんだ一体。え、家二つあるの。あ、こっち蔵か、こっちがあれね、お家、こっちお家。あら、もう焚き火しちゃって、もう雅じゃん。あら、さくな、ご機嫌ですか。あ、それだけ。じいや、何かご用でございますかな、おひいさま。なんもないんかい。入る。あら、寝床も用意されてまして。雲を払う。何、雲を捕まえのに話した 6% って何、どういうこと。なんかのアチブメントがあるの。どんだけ雲吸い、どんだけ雲吸い、あ、もういないか、うん、どんだけ雲住みついてんだよ。こっち、こっちも行けんのかな、こっち反対が。おお、これが世界って言いたくなっちゃうね、これ。つい言いたくない。帰る帰る。なんかいろいろあるんだね、こういうなんか謎のクエストみたいな。タニシ、タニシ、タニシ、最近ミネナリアルで。おお、あ、これが世界。これが世界。すごい高いとこまで。え、どっから流れてんのこの川は。謎。こんにちは神様。かわいい、かわいい。ちょっと娘に欲しいんだけど、ダメかな。あの、ちょっと生意気な子供いねえな。あ、いた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 。金太、あ、何見てんだ。おいらに用でもあるんかや、あるのかや、あるのかや。独特な訛り。あえ、金太郎か何か。お、よもぎ、タヌス、タヌス、おお、いっぱいある。つくせ、つくせ、つ
つくしは俺食ったことねえな、まだ。つくしって天ぷらにしてあげると美味しいらしいんだけど、妙な穴があるぞ。中身は空っぽじゃ。穴なんだ。なんか天ぷらにして食べると美味しいらしいね、つくしって。だけどちょっと苦味があるらしいよ。七草はなんか子供の頃食った気がするな。ね、タイモン。それがしは稲を目出しまで済ませておきまする。ダイヤには人もう読んだ、それ。それ知ってる。それ知ってるやつ。わーい。おお。で、私どうすればいいの？おお。あ、かわいい。自然治癒。そうなんだ。あ、ここから他の地域に行くこともできるとね。これが武器かな。傘。お。あら、かわいいじゃない。面って何？竹ぼうきあるんだよね。敵を吹っ飛ばしてぶつけた時のダメージが 1.5 倍。あ、だけど攻撃力1か。ちょっと1はね。あ、へえ、こういうのあるんだ。はい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 。あ、丸ボタンでなんか導管打ち、胴抜き打ちっていうんだね。両手武器を思い切り振り抜き、敵を正面へ吹き飛ばす。基礎にして体力になるぶつけ技じゃ。誰が言ってくんじゃ。熟練度詳細。攻撃しまくれば熟練度は上がると。前と後ろがあると。貼り付けた敵を引き寄せ、しばらく弱らせる基本技。とりあえずなんか設定しとくか。なんかわかんねえけど。あ、うさぎ肉とかもある。技が得られる。あ、なんか食べるとなんかいいことがあるのかな。わからんけど。お役目、肩慣らし。この鬼島で暮らしていくにあたり、まずは峠の周りを調べていくこととしよう。ここらは鬼も弱いそうだし、じゃし現れたらちょいちょいとひねってやるかの。はっ、まったく何故このようなことに。寄り道、探索目標。あー、いろいろあるんだね。その他。あ、ここでいつでもセーブができますよと。で、その一本穴っていうのはどこから行けばいいんですかね。教えてください、エロい人。これ飛んでみる。うわい。あ、一本穴あったね。あ、じゃああれだね。ちょうどいい時間ぐらいになっちゃったから今日はこの辺にしとこうか。じゃあ次回はこのね、一本穴に行って、なんかおじいさんは山に芝刈りに的な感じで今夜の晩ご飯をね、買っていこうと思います。入手可能なアイテムもたくさんはないんだね。6つか7つぐらいかな。はい、じゃあ今日はこの辺で、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。